はい、人はね、失敗からね、学べないもんなんですよ。本当にね、痛い思いをしても学べないんですよね。私何回も言ってますけども、会社の勤務に、いや、こんな会社勤めちゃって失敗したなと、じゃあ副業やろうかなと思ってネットワークビジネスやるじゃないですか。ネットワークビジネスで、あ、これすごい商品だなと思ってドーンと買い込んでね、で一生懸命何かリストアップとかね、アポイントメントとかやるわけですよ。でうまくいかないんですよ。失敗しましたよね。でその後ネットビジネスみたいなことやるんですよ。情報商材買って、これをやったらうまくいくかなと思ったらまたうまくいかないんですよね、うん、次は何だって言ったら暗号通貨とか ICO とか、またね巨額をねかけてまた懲りてないんですよね。失敗ばっかりするんですよ、うん、で最近もですね、今最近は投資が結構流行ってて、いろんなね、あの、なんですか、ウォレット案件とかね、ハイプみたいなのがバンバン流行ってて、またそっちの方に行くわけですよ。私がいくら警告しても行くし、私に隠れて私の塾生も行ってるかもしれませんしね。でその中でもね、やっぱりこう失敗に懲りてないいい例が、何かねこう思っても見ないようなトラブルが起きた時によく感じるんですよ。例えばね、そうだな、こういうふうに考えてみてください。なんかね、100万円入れたら毎月毎月 3% をこうね、利回りが出ますよみたいな案件に入るじゃないですか。で100万円入れました、毎月3万円がこう入ってくるわけですよ。おいしいおいしい。で元金が返ってくる時まで、ずっと待ってるわけですよ。そしたらある時ね、振り込みがちょっと遅れたんですよね。あれ、なんだこれ、危なくなったんじゃないのと。いつも3万円コンスタントに振り込まれてたのが、なんか振り込まれてないよっていう時にどうするかってことなんですよ。でパターン1、これ3種類の人に分かれます。パターン1、わ、お金が入ってない、俺の金どうするんだどうするんだ、会社に問い合わせてどうしてくれるんだみたいなことでね、狼狽する人いますね、まあ、気持ちはわかります。でもこれはね、今までの失敗に懲りてない人なんですよ、うん、そういうのも込みで、そういうのも前提でそういったものには参加しているっていう、そういう意識がないんですよね。なんせね、ビジネス参加ですから、自分の責任でそうなってるっていう部分もね、捉えないといけないですよね。普段何にもせずに無労働で利益だけもらって、それが当たり前みたいになってきて、いざ払われないと何やってんだっていうふうにね、一生懸命働いてらっしゃる方をこう攻撃するみたいなね。で働いてらっしゃる方はもっとやりにくくなりますよね。パターン2はですね、 いっぱい問い合わせしたら業務の邪魔になって、かえってね、お金が返ってくるのが遅れるから、ちょっと黙ってようかな、しばらく黙ってようって方ね、こういうふうなちょっと優しい方もいますよね。まあ、うろたえながらも動揺しないように、いや覚悟ができてるんだみたいな感じで自分に言い聞かせる方、こういう方もいらっしゃいますね。私がどういうパターンかっていうことは、前回のねコインチェックを例にとってお話しすることができます。コインチェックに入れてたお金がある時ね、ハッキングされてもう凍結されましたと。コインチェック自体がで取引が停止されてるんですよ。多くの方は自分のお金がどうなるのかものすごく心配して、会社に詰め寄ったりとかね、メールを送ったりとか電話をかけたりとかね、ネットの情報を探したりとかして狼狽してますよね、うん、でその中で私がねやった行動ってのが、多分多くの方に 目に留まって速稼塾に入ったきっかけになったって方も結構いらっしゃったんですけども、それは何かっていうと、コインチェックさんと、私の預けてたお金、これ使ってくださいと、問題解決のためとか被害者弁済のためにどうぞ使ってください、私は引き出しを要求しませんので、そのまんまなくなっても構いませんから、そういうつもりで投資してますからね。で代わりに逆にですね、私にできることないでしょうかっていうふうに問い合わせをするようなところを動画で出したら、これがまあね、ブレイクして多くの方にそういう考え方ができるなんてすごいねっていうことでね、評価いただいたんですけども、私は当然のことだと思ってるんですよ。どんな時でも、例えば乗っかったね、投資案件なりビジネスなりがうまくいかなくてお金にならなかったら、じゃあ何ができるかなっていうふうに自分が探していく。で、そこに乗っかった投資者とか会員さんとかみんなでね、じゃあどうすればこの問題解決できるかなっていうふうに、会員全員がそれをやると解決すごく早くなると思いませんかっていうふうに思うのが私の普通の感覚なんですよ。これが私がね、失敗から学んだこと。失敗から、いろんな失敗から自分が手を貸すことによってもっとうまくいくんじゃないか、そして自分が手を貸せるようにいろんなスキルとか情報を普段から貯めておけば、その事業参加に入ってもリスクは最小化できるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。でこの3パターンのうち、この動画をご覧の皆さんはどこにいるのかなってことを考えていただきたいんですよ。もちろんね、投資をされてる方とかビジネスに乗っかった方とか特にですよ。まず1段階は自分のお金がどうなるか心配で毎日そればっかりに意識取られて、もうね、心もとない人、ドキドキワク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 がないか、ドキドキしちゃって、もう箸も喉を取らないみたいなね、あ、ご飯も喉を取らないみたいな、それであっちこっちにいろんなね検索して、どうなってるんだどうなってるんだみたいな、身元不明の情報に右往左往する方ね、これ懲りてない方。二つ目は狼狽せずに、気持ちはすごく揺れてるんだけども、
ね、落ち着いて情報を待つと、公式アナウンスを待つって方いらっしゃいますよね。で3パターン目が、自分に何かできることはないかなというふうに積極的に解決に向かって動かし出す人、動き出す人、どうでしょうかね。私がだから失敗から学んだのは、常にね、この3つのうちの最後のこの1つ、何か起きた時に自分には何ができるかなって常に探すこと、それがね、他人事であっても自分には何ができるかなっていうふうに探して、最も早く解決する方法を運営と一緒に探すとかね、投資の大元と一緒に探すとか、そしてそれができるような力をつけておくことが、まあ、投資家なりビジネス参画するものの役割とかね、責務だと思うんですよ。何もできない人が何もできないままただ待つだけとか、ただクレームを言うだけってね、もっと状況悪くなると思うんですよね。まあ、ですんで、失敗から学んだこと、あなたは失敗から何を学びましたってことを、やっぱ失敗資産というふうな形でね、取り出していければいいんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。